いやハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジラジオギニハマンです。現在6月14日水曜午後11時33分ですね。はい、アベマ TV 上がるの待ってました。やっと上がってきましたね。推しの子9話です。見ていきたいと思います。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからんタイミングで広告入ってくると思いますので、できれば我慢しつつ同時視聴していただくか、もしくは普通に見ていただいた後で、あ、ここではこんなリアクションしてるんやなっていうのを見ていただけたらと思いますので、お願いいたします。いきましょう。3、2、1スタート。さあ、前回メム町 B 小町にね、アクアが誘ったところで終わったと。楽しみ。さあ、ほんでカブラギ P がね、アクアを寿司に誘ってましたね。ちゃんと愛の話する、なんか情報やるからみたいなこと言って。有馬かながちょっとどうなのね。この PV2 億回突破ってなんかね、スマホのピャーってなんか並んでる画面に映ってました。2億回突破すげえと思って。一生かかっても2億回いかへん気がする。ね、もう見ないって言ってたカナがね、見てしまったもんね、キスシーンを、アクアと黒川茜の。あれがどうなんのか。いちごプロやね。あ、ちゃんとメモ帳出てきたのね。37万人、63万8千人、すごいな。あ、そうなの、サバ読んでんの、高3じゃないの。え、中学生。あ、自分は42歳です。ムニュ。あ、え？六？え？小六？あ、24？あ、そういうことか。25か。あ、25やったんかい。小6なわけないわな。
金は天下の回り者で。だいぶやな。ここからは止められない。メイドインアビス。前回のつけこまじさんだよ。白丸優衣ですか。いや、ちょっと文字にときてもらったわ。メモ帳苦労人やったんやな。あ、久々できたな。寿南。せやろな。あ、知らぬい、なんだっけ。知り合い。ビジネスか。1万人いるやん、もう。
ハバー、チッキズだか。もう荒さやからね、もトルオタ。アクアか。もういいよ、ね、言うんちゃうかどっかのタイミングで。あかねとどないやねんと。あ、カブラギや。寿司やね、これ。お、あかねがおるとかやん。ララライの中に。寿司4万。ああ、なるほどな。
ほう。たい焼きで。あ、センターか。おお、いたね。年9歳ちゃうんだけどな、ここ。ピーマン体操。これ部屋の隅の代用グソクムシみたいなもんか。浅ましい。カラオケ勝負。今日はまあ赤字だったね、あれ。これで。
今頃じゃ知らないフリルやね、確か名前。43点50何点やったアリマかな。ああ、結構入ってるな。へえ。フルムーン。めっちゃうまいんじゃん、実は歌。いやもうセンターやろこれセンターやろこれなあ、これで下手言うたら97点出してるやんああ第9話ビーコマチ、あと2話で終わりやろ。あ、知らないふりの瀬戸あさみさんか。フルムーンピーマン体操お城25分9秒ありますよね。ということで、まあ、まずね、前回スカウトしたメム長が事務所に来たけども、まあ、ちょっとまあ我々、ね、個人事業主としてやってるパフォーマーは、まあ、通ずる部分があるので、まあ、イベント会社というところに、ね、登録とか、まあ、してて専属ではない、自分で勝手に仕事を取っても大丈夫ですよっていうようなところは、立場上一緒なんでちょっと共感できる部分がありました。で、まあ、問題は年齢差ば読んでたことはね、7歳読んでたんや。
すみません、小学校6年なわけなかったですね。なんか小6やけど大人びて見えるから、実は高校生のふりして出てたんかなと思ってしまって、逆を考えてしまいました。すみません。7歳読んでたか。やけどちょっとメモ帳が実はめちゃめちゃ苦労人やったっていうのはちょっとね、いきなりジーンと来てしまいました。うん。弟2人いて、親が、母親が病気、母子家庭で。で、働くしかなくなったと。で、一応、休学して働いたって言ったかな。現役 GK は嘘ではなかったということだったけどね。7歳読んでたとはね。まあ一方、学校の中では、まあ、寿みなみ。久々にできましたね。知らぬフリルとともに。が、まあまあ、それはやっぱ芸能人とはこういうもんやっていうのを言ってたし、なんかこれって多分ね、芸能の世界の人が見たらすごい共感できる部分いっぱいあるんでしょうね、きっと。で、まあそこからの、有馬かながちょっとアクアに冷たい。どっかでちょっとだからアクア言わないからね、ビジネス上で付き合ってんねんと。まあ付き合ってる形にしてる体やからね。で、アクアは、モテモテであると。まあ、そちらの新生 B 小町指導、メモ帳加入、ドルオタ2人にはついてかれへんと。で、使えてたところにもアクアが、せっかく水を差し入れ持ってきてくれたのにね、ちょっと冷たくしてしまった。まあ、アクアもええ加減に傷つくわと、うん。アクアでも傷つくことあるんやなっていうのは、ちょっと意外やったかな。なんかもうね、それこそ先週の何、ワールド大スターのね、さすがチサの言葉を借りると、メンタル、オリハルコンやと思ってたんでね。意外と傷ついたりするのね、アクアでも。だからカナが果たしてこっからね、どういう風にちょっと態度をか、まあ、変えていくのかどうなのかよね。うん。まあそしてセンター決めやけども、まあ果たして誰がなるんやろ。もうこれもカナになってほしいけどな。やっぱカナの印象ってもう見るたびに上がっていってるんでね。今回もそうやったけど。ね、ラブライブスーパースターのヘアンナスミレの大王グソクミムシみたいにピーマンの歌がいじられてたのもおもろかったけどね。まあ、あとは、そして劇団ララライの中に、愛の、その、旦那、まあ、二人の親がおるんじゃないかという疑惑が出てきた。で、まあ、カブラギ P に関しては、まあ、先行投資みたいなもんやってたね。お前が売れた時にアドバンテージができると。うん、まあ、芸能界というのはそういうものを作ってる。まあ確かにね、名前出せませんけども、まあ自分も一応テレビ30本以上出てるんでね、この人こんなんなんやっていう人いました。逆に、この人こんなええ人なんやもいました。それテレビで悪ぶってるけど、実際めっちゃええ人みたいなね、もいましたんでね、まあやっぱキャラ作りは大事やなっていうのね、まあ黒川茜の、愛の演技もそうやけど、キャラ作りは大事やなとした。ただ僕に関しては、もう普段の姿とパフォーマーの時の姿はそんなに変わりません。うん、まあそこは置いときましょうか。はい、ということで、まあ新生 B 小町、ね、有馬かなの意外な一面が見えて、ね、カラオケで一人97点を出すという姿が非常にかっこよかったですね。まあ自分的にはカナがセンターになってほしい。ただあとメム長がその年齢サバ呼んでたことがバレてしまうというのがちょっと懸念があるんでね。そうなった時に果たして新生 B 小町がどうなってしまうのか。ただこれあと2話でどうまとまんのかね。その2期まで行ってほしいですけどね。絶対にあと2話でまとまるわけがないので。はい、ということで、推しの子9話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。で、ここから僕の自己紹介軽くしますんで、ぜひ聞いてください。はい、自分は世界唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます。で、普段はやればできる諦めないように伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在はコロナの影響で約3年6、4ヶ月にわたってね、仕事がほとんどない状態なんで、まあ、このアニメのリアクションを、まあ、スタートしまして、毎日休まず頑張ってます。今日で1175日ですね。はい、で、過去の、アニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてるんで、こちらもチェックしてみてください。で、僕の本業に関しては、説明文見れば全てわかるようになってますんで、チェックお願いいたします。はい、以上、アニメリアク職人ことマジ大道芸人ハマーでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。